えー、はい、い、えー、森友事件でございます回数、まあ、がですね、ひどい話だなあと思うわけですよ、当事者たる安倍総理、そしてそれをね、管轄するべき麻生財務大臣、副総理ですよ、このツートップがね、やっぱりこういうふうな自分の部下たる職員が自分の職務に忠実に、そして上司からの理不尽な命令、この両立を図ろうとして、 もうやむにやまれずですね、えー、心をさ難で命を絶ってしまったということに対して、ここまでね、無責任でいられるのかなということなんですよね。まあ、それこそね、こういう事実を自分のせいかもしれないと認めれば、自分の立場はなくなるかもしれませんし、今までね、ごまかし続けてきたあ政権与党、これも崩壊するかもしれません。ただ、どうなんですかね、人一人の命っていうのは、地球より重いとまでは言いませんけども、 こんな、ね、政治的立場を守るほど人の命ってのはうん、まあ、どっちが重いとと悩むものなのかななか思うんですよ。私たち国民は国ってものがね少なくとも生命に関しては正直であることを期待してるはずですしこういった裁判ですとか弱者の悩み、うん、そういったものに対しては強者はね寄り添ってもらえるものだと思って現政権を選んだはずなんですけども。 選んだ結果ですねそうはななっていないと、うん、で確か第一次安倍政権の頃っていうのは安倍総理はね、うん、かなりの憔悴を受けて退場してるはずなんですよ。うん、それはおそらく小泉総理のようなねパワーのある、うん、総理の後に大きな期待を受けて、えー、取り組んだ結果なかなかね、えー、厳しい状況に追い込まれて安倍総理は自ら職を辞す。 というう。決断をするほどににお疲れになったんでしょう精神的にも、肉体的にも追い込まれたんでしょうね。それは我々国民全体がです、ね、第1次安倍政権、安倍総理に、小泉総理以上の期待をかけてしまったことなのかもしれません、そのストレス、その第1次安倍政権のことを思えばね、ある意味、今回の被害者たる、あえて被害者と言いますけれどもね、赤木俊夫さんと同じような部分があったんじゃないかなと思うんですよ。 でそれをですね今度、第2次安倍政権で自分の失策を部下に押し付けていく、自分の失言をかわすために多くの人にね嘘をつかしていく、そしてその嘘をついた代償として、えー、いろんな方を出世させて、ですねある意味、口封じのために餌を与えていくというねう、こういうことで一体何が守れるのかなってことですよ、えー、安倍政権もね、いずれ時期が来れば終わります。 自民党もずっと続くわけではありませんそして政権が変わり、総理が変わり、時代が変わったときに、この悪夢のね、7年間、もしかしたら8年間の第二次安倍政権のことを再調査するかもしれません。隅から隅まで。それこそ、森法務大臣のおかしな答弁からね、えー、それから人事院の松尾給与局長のあの発言、ずっと残ってますからね。うん、それに対して心ある うその,時のですの、ね、政治中枢にある方が、当時の安倍政権というのは何だったのか、なぜ安倍総理はここまで、えーまあ、提訴されていたのかあ、ね、そういうふうに原告を何百人と抱えるような、そんなね、えーまあ、場合によっては刑事訴追されるような立場に追い込まれたということを調査したときに、まあ、どうなんですかね。えー、あ本当にあ豊かな 安倍政権、安倍さん、老後をくれるんでしょうかああ、必ず自分のやってきたことっていうのは、自分に返ってくると、まあ、そういうふうにね、思うのは、うん、我々の庶民のささやかなる希望なんでしょうかね、結局、悪の逃げ切りっていうのは存在しますんでね、えー、今回はどうなるのか分かりませんけども、私もちょっとね、一方的に安倍総理を責めてばかりはいますけども、ただね、安倍総理のおかげで、 うまくいってるところも大いにありますから、そこに対しては私はね、えー、特に、えー、それを無視して、美点を認めないってことはないです。ただ、今回はね、森友事件についてのことなんで、他のことは持ち出さずに、森友事件のことについて語ると、まあ、残念ながら、安倍総理、安倍、えー、なんですかね、忘れましたね、安倍夫人ですね、ファーストレディうん安倍昭恵さんか、失礼しました、安倍昭恵さんね。 安倍昭恵さんもね、相当ひどいですよね。あなたの軽はずみな行動と言動でね、人一人が死に、また他の人がね、自分の、うん、人生を棒に振ってるわけですよ。はっきり言って棒に振ってますよ。それこそね、大谷財局長、出世されましたけども、心の中は、どうなんでしょう、そこまで鬼の人じゃないですね、あの人もね、公務員になろうとする人ですから。公務員になって押し付けられる現実、やらなければならないこと。 部下に対する、うんまあ、パワハラなのかもしれませんけども、うん、無言の指示こういったものに自分の羞恥心と正義はどこに置いてきたのかと悩み続けながら多分残りの人生を過ごすんだと思いますよねまっすぐ家族の顔見れますかねまっすぐお子さんの顔見れるでしょうかどうなんでしょうかね金八先生のドラマ気持ちよく見ていたあの頃はもう戻るんでしょうか戻らないんでしょうか、まあ、いろいろと申し上げましたけども今回ね本当に赤木さんの奥さん いやー無念だと思いますよ。ここまでさせられると。赤木さんもね、特に佐川さんを有罪にして、牢屋にぶち込んでほしいとか、そんなことを思ってるわけじゃないんですよ。そういうふうにね、言われてました。私も、うん、分かるところがありますね、それは。恨みを晴らすというよりも、佐川さんも気の毒なんだなと。この事件に関わった方は、みんながね、誰からか分からない集団という、組織という、 同調圧力を受けて、それぞれに気がつい傷ついていたんだなというふうに感じていると思うんですよ。そして、自分の旦那はいなくなり、いなくなったけども、でも、今でもそばにいて、自分を励ましてくれるという、そのね、思いを胸に、えー、まあ最後の望みをかけてね、こういった、なんですかね、再調査をお願いするようなね、裁判に出たわけなんですけども、どうも打てば響くようなものではなかったと。 考えてみればですね、えー、北朝鮮による拉致被害者の横田めぐみさんのことに関しても棚上げになってますよね、うんこの辺も安倍総理がね、うん、今の、うん、安倍政治、第二次安倍政権が何が大事かというと、自分の罪を逃れることであり、うん、まあなんかね、のらりくらりと追及をかわすことなのかなと思ってしまいますよね。 いや、なんとかね、この森友事件のことだけはスッキリしてほしいですね、えー、あの、三崎雄太さんとかね、青汁王子ですけども、この件にかなり思いを持っておられると思いますし、N 国党の立花隆さんも、えー、この件についてはあ、これからも追及していくということですね、籠池さん夫妻も、うん、そうですけどもね、いや、本当にね、大阪のね、なんか、その政治も、 れれに乱れ切っていいたんだろうなと思います今、でもその名残はあります今吉村知事、結構ね、毎日のようにテレビ出てますけども、ん吉村さんはまだね、若いですから、うん、先輩とか上司とかね、うん、松井市長とか、それから橋下徹さんとかとは別の道というかね、うん、その先輩たちが頑張ってもできなかったことに挑戦してほしいなと思いますね。えー まあここではあまり多く言いませんけども、うん、動画のまとめになりますけども、あここに書いてますね、ちょっと全然記事の内容、はいつも入らないですね、すみません、タイトルを読むだけで私はね、こうやって自分の思いをとくとくと語ってしまうんですけども、最後、ちょっとまとめぐらい言わせていただきます、これ見てください、安倍首相は逃げていると陳述、これ、赤木さんの妻ですよ、で、直前には、えー、真相解明の覚悟を小川なです綾、ね、香にさせるもんならさしてみろと。 いうこ,とですこれどういうことなんですかね刺せるもんなら刺してみろっていうのは。えー、っと、ちょっと次のページ見てみましょうか。えー、自死していた俊夫さんを見て、殺さだと思ったから110番に。ああ、なるほどね。自殺に追い込まれたっていうふうなね、考え方なんですよね。なんかもう涙出そうですね、こういうのはね。皆さんどうですかご自身の奥さんや旦那さんが、こんな目にあったら、黙ってられないでしょ うん、ニュース2 3の取材で裁判を控え不安はないのかと尋ねられたマスコさんはきっぱりこう答えています不安とか恐れとかっていうものはもちろんあります目に見えない大きなものを敵に回してしまったっていうことをすごく感じるしでも思ったより今は怖くなくて正しいことを知りたいという気持ちだけなのでまあさせるもんなら刺してみろと思ってなので普通に生活してしまってということですね赤木俊夫さんも毎日ねとんでもないものを敵に回してしまった という思いなのかもしれませんし不安とか恐れっていうのがあったんでしょうねえー、そういう風に手記にも書いてございますまあ、手記と言ってますけどもほとんど遺書ですよねあれはねで、えー、こういう風に締められてますだらしないマスコミはこの言葉を肝に銘じるべきであろうそしてこの裁判の模様を最後まで報じ文章改ざんの真相をきちんと解明する覚悟を